マッセナは、フランス海軍が建造した全土級戦艦であるが、フランス海軍では依然として、艦隊装甲艦呼称しており、装甲艦とは区別はしていない。設計者は、造船提督、ルイス・マリー・アンヌ・ドビュシーで、同時期に、世界初の装甲巡洋艦である、デュピュイ・ド・ロームを設計し、軍艦史に名を残した人物である。そのため本艦とデュピュイ・ド・ロームは、外観、内部構造に共通点が多く、本艦も戦艦史上初の3軸推進艦となった。なお、艦名は、ナポレオン戦争時代の軍人アンドレ・マッセナにちなむ。同型艦はない。艦首方向から見たマッセナは、その建造過程で1000トン以上重量を超過して、収益したため、水戦装甲隊がほとんど水中に没した上、さらに重量のあるミリタリーマストや、極端なタンブルフォームの船型により深刻な安定性の問題をはらんだ艦であり、失敗作であったと考えられている。基本的な設計は前述の通り、デュピュイ・ド・ロームと似ており、船体形状は再び顕著なタンブルフォーム型船体となっている。これは水船部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で、他国では帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土級戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、水船下部の艦首、艦尾は著しく突出し、かつ、原則甲板よりも水船部装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水船下から甲板に上るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、美法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られることや、当時の装甲配置方式では、船体の前後にまんべんなく、装甲を張る、全体防御方式のために船体が短くなれば、その分だけ装甲を張る面積が減り、船体の軽量化ができるという目的に取られた手法である。水船部が著しく突出した艦首から、艦首甲板に 30.5 センチメートル、単装主砲塔が1基、司令塔を組み込んだ環境から、ミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストとは、マストの上部あるいは中段に、軽防御の見張り台を配置し、そこに 37mm から 47mm クラスの機関砲を配置したものである。これは、当時は、水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために、遠くまで見張らせる高所に、対水雷撃退用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の大型艦には必須の装備であった。本艦のミリタリーマストは頂部には2層式の見張り台があり、下段に 4.7 センチメートル機関砲が前後左右に1機ずつ、計4機、上部にも 4.7 センチメートル機関砲が3機ずつ配置され、後部ミリタリーマストも同形式である。全部ミリタリーマストの背後には、断面図が小半径の煙突が前後に間隔を空けて2本立つ。煙突の周囲には、艦内や機関に外気を入れるためのキセル型通風筒が片弦に5本ずつ計10本立っている。空いたスペースが艦載艇置き場となっている。2番煙突の背後に後部ミリタリーマストが立ち、その後ろに 30.5 センチメートル単装主砲塔が後ろ向きに1基配置された。また、甲板1段分下がった舷側には 27センチメートルという大口径の単装副砲塔が船体中央部に片舷1基ずつ計2基置かれ、27センチメートル副砲塔を囲むように等間隔に14センチメートル単装砲塔が片舷4基計8基が配置された。この配置により、艦首尾線方向に最大 30.5 センチメートル砲1門、27センチメートル砲2門、14センチメートル砲4門が施行でき、左右方向には最大 30.5 センチメートル砲2門、24センチメートル砲1門、14センチメートル砲4門が施行でき強力な火力を誇っていた。世界の艦船増刊第38週。フランス戦艦史。ありがとうございます。